すげえ真面目らしいね。なんか頭も良くて野球やらせてるのがもったいないよ。そんなことない感じの高青年だった。いやいやいや、1年目を振り返ったら、はい、どんな感じだった？長かったです。長かった、はい、人生一番長かったです。何に迷ってたの？悩んでたというか全部悩んでた。悩んでたっていうか、バッティングもそうですけど、最初全く強しなかったですけど、力作り直さないといけないなっていう。もう一からもうゼロからやるっていう決めた。そうですね、もうまあ、全て全くゼロからって言われたらそうじゃないかもしれない。自分の感覚ではゼロから。で、2年目を迎えて、今年はどうキャンプを迎えて？今年のキャンプはどっちかというと緊張もして、もうわけわからないよね、はい、今年はもうだいぶ慣れて、やりたいところは弱点とか、そういうところに着地がすごい充実したキャンプ。今日はあのフリーバッティングを見せてもらったけど、はい、打ってる感触はどうだったの今日は？今日はそこまで感触がなかったんですけど、まあでもやりたいことっていうのは徐々にはできてるので、もっともっと頑張っていきたいな。どこを気をつけて？まあ、今頭の位置、うん、頭の位置、はい、ぶらさないで、もう構えたとこから振って動かないみたいなイメージがそうなんですよ、ね、はい、叩こうとするイメージはある？それとも第二入れようと、第二入れようっていうイメージなんですけど、僕はどっちかというと潜る癖があるので、うん、潜る癖あるよね。潜る癖があるので、ちょっと叩こうかなっていうイメージで今日はしなかった。高校時代からバットをこうやって寝せて構えてた？いや、今年のキャンプからです。去年のこう、一度立ってた、はい、はい、それはなんで寝せたの？寝せた理由は、あんまり僕、こう構えてると力を入れたくなくて、どうしてもこうやると肩がこう上がっちゃってたんで、それをちょっと落とすイメージで寝る感じなんです。寝ると潜るっていう意識はなくなる？逆に俺、寝せると潜るっていうイメージが強くなるのかなと思って、それは感じない。それはあんまり感じてないですね。どっちかとこうなってても潜ってたので。ドラえもん革命とかあるよね、はい、いろいろ頭いいから勉強、いろんな本読んで勉強してると思うけど、はい、それに関してはどう思う？まあでもやっぱりデータとしてそれが一番いいっていうのが出てるので、まあでもまたデータとその実際やるのとまた違うと思うので、まあいろいろ試しながらですけど、何がいいかとか。でも多少そういうことになってもいいなと思いながらやってる。いや、思ってます。思ってるよね、はい、やっぱスイングの軌道がそういうドライボール革命みたいな軌道になってるんですね。まあやっぱりホームランを出してやりたいんで、バッターとしてはホームランバッターになりたい。そうですね、まあでも率も残したいなと思います。欲深いな。欲深いんですけど、まあでもやっぱり、ハビットとかでいいかったら、やっぱり3割、3割、8だったら、休みを出してあるんで、そういう状態になりますね。今日3割、3割、10ポイントくらいで、これが、もう自分に、以前、勝ちたノルマ。そうですね、はい。いつか、僕としては3年後、4年後には。そういう話やなぁ、おい。今年のでも今年、はい、もうかなり、まあ、監督と話をしたら、経験をさせるっていうか、自分もそのつもりで。でしょ？はい。そしたら今年目指して、そうだよね、まあ、当然本当にあの近づけるぐらいにならないといけないし、藤原が入ってきたでしょ、はい、その時に言ってたよね、安田さんと一緒にやってたよ。その言葉聞いてどう思う？嬉しかったです、まあ、僕もやっぱり知ってる後輩なんで、やっぱ嬉しい。でもアドバイスはしないと。まあライバルだ。まあそうですね、ライバルではライバル。やっぱそういう感覚ある、はい。でも内野手ではないので、まあ、そこまで。でもバッターとしたら分かんない、はいはい、どっちが4番打つか分かんない。そうですね、はい、4番打ちたいじゃん。打ちたいです。その4番にこだわる理由って何？4番って言ったらやっぱチームの顔っていう、そうだね、チームあるので、チームの顔として活躍できる選手になりたいので、藤原が入ってきて、はい、藤原が打つ可能性があったり。そうですね、まあ、それは負けないように。そのためにはやっぱ1年のキャリアっていうのは無駄にしたくない、はい、そうですね、まあ、やっぱりこの去年1年経験できたことはだいぶ自分に成長できたので。あの私生活でも一緒に行動したりとかして？いやー、まだそんなに時間もしない、まあ、そうですね、はい、でもいろいろ教えてあげたい。それとも教えない？いやー、まあプライベートというかその私生活のところはできるだけ教えてください。パッティングを教えれる？パッティングは人によって違うので感覚は。そうですね、そんな意地悪じゃない、はい、そんな意地悪じゃない。じゃあ今年は3割30本100打点を目指して頑張るじゃないですか。
はい、3年4年後って言ったらそんなのんびりしたこと言ってたんだけど、はい、今年爆発的な成績を残して、はい、給料いくら、はい、僕は1300円、これが8000万ぐらいになったら思ってね。